ャカストゥディオ。よいよいよ、What's up? What's up, man? 今日のゲストはガキレンジャー。最新アルバムできたんじゃ。Kids Return できちゃった。名曲ばかりでよかった。配信 Yes! リードは Yes! 先行 May the 28th! よいよ、What's up? What's up, man? そういうわけでですね、今日は6月4日発売。ガキレンジャーニューアルバムキッズリターンをなんとご本人たち自らに紹介していただきましょう。よろしくどうぞ。はい、どうも皆さんよろしくお願いします。なんと今年は結成20周年ということですよね。おめでとうございます。恐れ入ります。それじゃあ自己紹介の方お願いしてよろしいでしょうか。どうも、ガキレンジャーの吉です。おちょむきんです。 GP です。3に合わせてガキレンジャーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、もう20周年ということで、いや、おもしろいや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 、日本のヒップホップ界のドン、いやいやいや、キング、レジェンド言いますね。いやいやいや、さてさて、今回8年ぶりのフルアルバムということですが、一体どんなアルバムなんでしょう。まあ8年ぶりっていうので気合はとにかく入ってるんですが、はいはいはい、まあでも落ち着いた感じにはしたくないなと思って、やっぱりこう若々しさ、クソガキらしさ、ガキレンジャーらしさっていうのは絶対入れたいと思ったので、まあアラフォーになる我々ですが元気なアルバムにはしたいなというのは気をつけて、まあ最初に決めてね、作ったんだよね。そうですね。どうですか。まあ強いて言えばでかく細かく強く優しくかっこよく大胆で繊細なアルバムです。リーダーは、そうね、まあ結成20周年ということもあって、8年ぶりのニューアルバムなんですけれども、はいはい、まあ、たまりたまったもんが大爆発したという、アルバムで、たまってらした、はい、相当たまってる。しかし中身ちょっと拝見しますと、相変わらず人食ったようなタイトルが並びますよね。そうですか。なんですか、クレーム処理っていうのは。クレームが多いんじゃないかなっていう。なるほど、前もって。なるほど、確かに暴走ですよね。あとは俺のドンキ、俺のドンキってあったみたいな。これしみると、ダンベルを吊るしてどうのみたいなことになってますけど、これいいんでしょうか。これ本当にやってらっしゃるんですか、そのトレーニング。毎日のトレーニングで、うん、日課。日課ですね。日課なんですね。僕はお湯と水を交互にかけてます。あ、効くらしいですよね、あれね。で、叩いてらっしゃったりなんか。はい、芝居てます。それでそのようなゴリパラ。まずは空手チョップですとかね、もうすごいですよね。本当に真面目にやってるんですよね、これね。いや、もう大真面目ですよ。やっぱり真剣にこれ打ち合わせして作ってますからね。はい、いや、非常にてんこ盛りなアルバムかななんて私思ってるんですけども、このバリエーションに富んだアルバム、タイトルがキッズリターン、キッズリターンですね。これはやっぱあれですか、意味的にはやっぱいいのか悪いのか、俺たちやっぱ帰ってきたぜみたいな、そういうな意味合いを込められていいですか。まあそうですね、我々が帰ってきていつまでたっても、まあ、少年の気持ちでいたいなという思いもあります。はい、いいアルバムだなんて私言わせていただいちゃったんですけど。それでは、そろそろですね、ミュージックビデオを皆さん見ていただきましょうか。曲振りお願いしてよろしいですか。じゃあいきますか。はい、じゃあ5月28日先行配信の、アルバムリード曲 Yes をご覧ください。どうぞ。 Yes、 今この瞬間の決断、 Yes、から驚くような Yes、 プログラムにはない結末、 Yes、 答えを Yes、 信じろ Yes、 今この瞬間の決断、 Yes、 自ら驚くような Yes、 プログラムにはない結末、 Yes、 答えを Yes、 信じろ。メトロノームのような日々打つ。いやー、いかがでした。さすが結成20周年ですね。貫禄を感じますよね。もういい年、大人なのに茶目っ気がありすぎるみたいな、素晴らしいですよ本当に。今日はガキレンジャーのニューアルバムキッズリターンをご紹介しました。 See you next week。 いやー、なんてでしょうね、彼ら
昨年劇的な復活を果たして、今年は新作アルバム出すというですね、すごいですよねこの勢い、復活ってすごいですよね本当に。マーケットに求められてるってことですからね、時代が読んでると。アンドレ部長もいかがですか復活、あの例のほらすごいメイクしてハードロックやっちゃうなんていうのね、